レーランドレトリバーは第二次世界大戦期にイギリスのレーランド社で開発され、イギリス軍及びイギリス連邦軍で運用された六四輪駆動の軍用トラックである。レーランドレトリバーは第二次世界大戦期にイギリスのレーランド社で開発され、大戦を通じてイギリス軍及びイギリス連邦軍で運用された積載量3トンクラスの六四輪駆動のキャブオーバー型トラックである。 1930年代の設計で、1939年頃から量産が始まり、対戦中に6542両が生産された。イギリスでは、レーランドレトリバーの他にも、同じクラスの6四輪駆動の軍用3トントラックとして、クロスリーモータース社のクロスリーイグル8、外モータース社のガイフバックス、ソーニクロフト社のソーニクロフトターター、キャリア社のキャリア CK6 などが、 同時期に並行して生産されていた。レイランドレトリバーの初期型のキャブは、キャンバス製の屋根とサイドドアを持ち、フロントウィンドウがない状態であったが、後期には完全なフロントウィンドウ、金属製のドア、キャンバス製の屋根を持つ、より近代的な構造となった。ハム用のカーアンコトラック型のほかガントリークレーンを装備したガントリートラック型、パネル版型、 ポンツーンブリッジの展開に使用されるブリッジエレクター型、サーチライト搭載型など、いくつかの派生型が開発されている。モンティの愛称で知られる、イギリス軍の指揮官モントゴメリー将軍は、第二次世界大戦中、レーランドレトリバーのパネル版型を自身の指揮車両として使用していた。この車両は、モンティーズキャラ版と呼ばれ、現在も、 イギリスのダックスフォード帝国戦争博物館に展示されている。また、レーランドタイプ C、ビーバーイールと呼ばれるレーランドレトリバを改造した装甲車が開発されている。この車両はキャブ部分まで完全に装甲板で覆われており、元車両の面影はほとんどないが、前方にキャブ、後方に荷台があるという構造はトラック型と変わっていない。 荷台部分には棒立てを備えたイスパノスイザー HS440mm 機関砲、あるいはルイス系機関銃が装備され、自走式対空砲として使用された。ウィキメディアコモンズには、レイランドレトリバーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。